POG2023 から24、X プロ一時募集場全頭チェックパート3ということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム総水発注でございます。まあ、X プロさんとかね、ノルマンディさんとか、この辺の振り分けがどうなるかっていうのは、まあ、岡田スタッドさん中心になんだけれども、まあ、X プロにはね、ノーザンとか、社台系の馬もいたりして、まあ、社台グループと、まあ、岡田スタッドの共同出資みたいなクラブではあるわけなんですよ。まあ、なのでね、まあ、どっちの馬の方が狙いやすいかとか、その辺も踏まえてですね、いろいろと見ていきたいと思います。というわけでね、まあ、続きはなんで早速いきましょう。募集番号19番、セインツプレイの21。5番、父ビーチパトロール、母の父セイントバラード。落札価格340万円でサマーセールでの落札、募集価格1280万円で美穂の鹿と U19 社。出産時の母の年齢が19歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。おじのマーシュサイド、お母さんの弟が、カナディアン国際ステークス、G1 馬と。ということでね、まあ、国内で生まれたお兄さんお姉さん6頭の、まあ、合計で JRA1 勝のみと、で母19歳児産区というのはね、非常に微妙なんですが、まあ、一応活躍馬はいる品系ではあって、まあ、なおかつですね、まあ、空体明けというあたり、まあ、高齢出産の場合はね、そこも一つ鍵になってくるんで、まあ、若干だけ狙える要素はあるのかなと。まあ、あとは、岡田真紀夫さんの見る目というやつを考えると、まあ、そこそこは狙えるのかなというところだとは思います。そして募集番号20番、ソウルフルボイスの21、牝馬、父モーリス、母の父キングカメハメハ、募集価格1200万円で美穂の和田裕二厩舎、出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、お母さんは福島さん、牝馬ステークスの3着馬、まあ、お兄さんお姉さん6頭、ただね、合計で2勝、まあ、1勝馬が2頭というところでね、まあ、母高齢にも差し掛かってますし、活躍馬もお母さん含めてやや晩成、あとは障害とかね、その辺のレースで活躍をしている馬ばかりというところで考えると、まあ、ちょっとね、まあ、母14歳児産区、ちょっと高齢に差し掛かってきたお母さんの産区を狙うという点では微妙かなという気はしております。そして募集番号21番、谷のジュレップの21、牝馬、父エピファネイア、母の父コロナドズクエスト、募集価格2180万円で立東新谷厩舎、出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お兄さんのローズジュレップが兵庫ジュニアグランプリを制覇しています。まあ、期間内のね、交流重賞勝ち馬の弟ってことで、まあ、ダートでこれからと。まあ、しかもね、立東新谷厩舎となると、ダートでね、結果を出し始めての厩舎ではあるんですが、まあ、気がかりなのはね、母16歳児産区の高齢出産ということにはなってきます。まあ、それでもね、一応、うん、まあ、このね、お値段もそんなに安くはないですしね、まあ、期待はされているのかなということにしておきたいと思います。まあ、そして22番、ディスティンダリアの21、ボバ、父、マインドユアビスケッツ、母、ディスティンダリア、母の父、湘南カンプ、募集価格1180万円で、美穂の新海厩舎、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が11歳。お母さんがね、ノルマンディで3勝を挙げた馬だけに、まあ、ノルマンディの方でね、募集したら一瞬で埋まるんじゃないかという状況なんですが、まあ、血統的にはね、まあ、4親等以内に活躍馬もいないですし、まあ、POG でというようなところのね、人押しっていうのはなかなか難しいのかなと。まあ、もちろんね、マインドユアビスケッツもダート向きのお父さんだったりはするんで、まあ、ダートクラシック予選の一枠をね、奪い合う方向性の、決闘なのかなという気はしますね。まあ、そして23番、ヌーナの21、牝馬、父ゴールドシップ、母の父コングラッツ、募集価格1200万円で、美穂の牧厩舎、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が7歳。曽祖母の兄、ギルデッドタイムはアメリカの G12 勝馬なんですが、まあ、これだと5神頭になってくるんでね、4神頭以内の活躍馬なしというところ。で、ダートの牝馬というあたり、まあ、ちょっとね、まあ、血統的には狙いづらいのかなという気はしております。まあ、そして募集番号24番、パーソナルレジェンドの21、牝馬、父ネオユニバース、母の父オーサムアゲイン、
募集価格800万円で立東の梅田厩舎、出産時の母の年齢が21歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お姉さんのミラクルレジェンドは重賞4勝、お兄さんのローマンレジェンドは東京大賞典の勝ち馬。まあ、ダートのね、両決って言えるね、この品系、まあ、お姉さんの3区とかね、その辺も本当に一大品系というかね、なりつつあるんですけれども、母21歳児の産区で牝馬となってくるとね、POG でどうこうって感じではなかなかないのかなという気もしてしまってね、狙いづらいというふうにね、言わざるを得ない一頭です。そして25番、パラダイスガーデンの21、牝馬、父ダイワメジャー、母、の父、クロージングアーギュメント、募集価格1080万円で立東の尾形厩舎。出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。お母さんパラダイスガーデンは丸買いとして、まあ、このクラブレックスプロの、ね、所属馬として走ったというかね、まあ、もちろん馬主名義は岡田真紀夫さんになるわけですけどね、まあ、オープンまで出世して長く活躍をしました。お母さん自身が、まあ、オープン上位、オープン重賞で、ね、上位に来る、掲示板には来るような走りでね、まあこの近親の活躍馬っていうね、4親等以内に重賞3着馬以外、3着以内の、ね、馬がいるかどうかっていうチェックだとギリかかってこないんだけれども、まあ、お母さん自身がそれに準ずる走りをしたってことでね、まあもちろん楽しみにはできるところ、まあ厩舎がね、新人なんでそこまでどうかというところですが、まあチェックはしておきたいと思います。まあ、そして26番バランセラの21。牝馬、父リアルインパクト、母の父赤手南郷、募集価格1600万円で美穂の青木厩舎、出産時の母の年齢が20歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、お姉さんのビッシュはシオンステークスを勝ってオークス3着、まあ、おいのワンダフルタウンは重賞2勝ということで、まあ、お姉さんとかね、おいっ子とかがね、期間内から活躍をしました。ただまあ20歳児の産区で、まあ、しかもね、4年連続出産みたいな感じにはなってるんでね、ちょっと狙いづらい気はします。そして募集番号27番、ハルシュタットの21、ボバ、父ビーチパトロール、母の父パスリーフ、募集価格1080万円で美穂の上原祐希厩舎、出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、祖母の兄、ウィングドラブは、アイルランドのダービー馬。まあ、ここに来てね、最後、こう、販売停止中って書いてあったからビビったんだけれども、どうやら商談中ということらしくて、まあ、動き自体はね、早めの移動が見込めるぐらいに、まあ、そこそこいいみたいです。まあ、もちろんね、満口の馬が相次いでいる中で、ここに来て、まあ、ようやくぐらいのことで考えると、まあ、今回の募集馬の中でも出来は普通ぐらいとも言えるし、まあ、2歳4月になってね、買おうかなっていう状況を考え、検討しているっていう状況を考えると、まあ、買い場代ぐらいは稼いでくれそうな、そこそこいい出来になってきたというふうにもね、取れるんですよね。まあ、もちろん POG 的な魅力ってことになってくると、そこから1段、2段、上の馬を探してんだぜ、こっちは、と言いたいところですが、まあ、順調に来ていることは間違いないようです。まあ、以上ね、今回はまあこんな感じでやってみました。以上、ハッチでした。